今日午後、弁護士とともに名古屋地裁を訪れた飯岡英二さん飯岡さんの妻綾乃さんは去年11月愛妻市の新型コロナワクチンの集団接種会場で4回目の接種後に体調が急変し死亡しましたその後公表された市の調査委員会の報告書では綾乃さんの亡くなった原因は 重いアレルギー反応であるアナフィラキシーが関与していた可能性が高いと指摘し早い段階でアナフィラキシーを抑えるためのアドレナリンが投与されていた場合生存確率を示すことは難しいものの究明できていた可能性を否定できないと結論付けました今日、飯岡さんと綾野さんの両親が提出した訴状によりますと 現場の医師がアナフィラキシーを疑わずアドレナリンを投与しなかったことや看護師が容体の変化について正確な情報を医師に報告しなかったことは注意義務違反でありそれらの過失と綾野さんの死亡には相当な因果関係があるとしていますそして医師らが業務に当たった集団接種会場を設置した愛妻市に対し綾野さんの逸失利益や 死亡慰謝料などとして、合わせておよそ四千五百万円の損害賠償を求めています。開催しから、らの、謝罪と。まあ、僕ら遺族に対する謝罪と、つもちろん妻に対する謝罪。は、これからも求めていきたいなと思ってます。うん、そして。関係者全員からの。あの、どういうことがあった、っていうことの説明ですよね。 それもこれからもちゃんと求め、求めていきたいなと思ってます。提訴について愛妻氏は。訴状が届いていないので、コメントを差し控えさせていただきますとしています。